皆さん、こんにちは。勝手気ままな旅人です。ただいま、JR 札沼線の新十津川駅に来ております。こちらがですね、顔出しパネル。日付はまだ昨日のままになっております。で、お隣はですね、お土産物屋さんになっております。まだ営業前です。心配したお天気なんですが、今日は曇りから晴れになりそうです。ありがたいことです。では、駅舎内に入りたいと思います。はい、駅舎内になります。ラストランまで62日。これは昨日です。記念切符のポスターが2種類ございます。こちらは小さい方ですね。硬券タイプが来園記念券で、上が記念入場券ですね。のポスターのマグネットとか売っております。窓口では切符の販売はしてないって書いてありますね。これがですね、営業してるときはですね、こんな形になっております。こちらがですね、買い揃えた札沼線の記念切符になります。で、こちらは到着証明書。上にある硬券が来駅記念券になります。昨日は20人、そのうち1人が自分になります。はい、運賃表と時刻表になります。はい、駅ノートになります。到着証明書をなんか郵便局持ってもらいますと、スタンプをしてもらうそうです。はい、ではホームに行きたいと思います。階段を登る際は滑らないように気をつけないとね、昨日の降った雪がね、凍ってますので。ああ、いいですね、これ。昨日降った雪で線路がもう、ちょっと見えないぐらいにね、積もっておりまして、なんか、神秘的なレールはどこだみたいな。いいですね、これ。いや、いいや、これは。なんかいいな。はい、駅名表になります。はい、こちらは石狩東別方面になります。
こちらは、行き止まりの方になります。本当に何もかも隠れて、雪に隠れてね、なんか、スラッと。なんか、本当にいいな、本当に。列車来るまでね、駅舎で待ちたいと思います。はい、間もなく列車が到着いたします。はい、観光案内所の縦看板も6ラストラン61日、中のこちらも61日変わりました、本日の戸塚駅鉄道利用者は22人になります。まもなく列車が出発いたします。はい、土産物屋さんの横の顔出しパレードの日付も本日の日付に変わっております。では、ご視聴ありがとうございました。